はい、それではやっていきましょうか。今回ですね、もう今をときめくキングオブレジェンド、いや世界ナンバーワンの選手ですね。いやーかっこいいな、デザインバリかっこよくない？やばいよね、これちょっとやばいよね。デザイン超かっこいいんだけど。はい、リオネル・メッシちゃんですよ。今はインテル・マイアミかな、に移籍して、ねえ、もう試合出てるんでしたっけ？なんか、この前フリーキック決めてましたよね。えぐいよね。うん。これいつのやつ ?16、17? 光が反射してみ、前を。デザインもかっこいいよね。これバズるんじゃない？この動画。これ100万再生いくでしょ、絶対に。まあ、オフェンステクニックが20、当然よね。スピードが19の代わりに、スタミナとパワーが上がってると。もうこの頃はサイドじゃなくてセンターフォワードの感じやね。そうやね。いやー、かっこいいよね。やばすぎん、ちょっと。やばいよね。はい。で、まあ、インテルマイアミか。まあ、言いにくいな。マイアミやん。メッシなんですけども。ちょっと面白いニュースが入っててですね。これ、ほんまかどうかちょっとわかんないですけど、なんかね、マイアミの、マイアミじゃないわ、メジャーリーグサッカーのスタジアムって、まあ基本的には結構なんか人工芝らしいんですよね。で、メッシが今までプレイしてたバルセロナとかパリ・サンジェルマンは天然芝なんですよね。ヨーロッパは基本天然芝かな。だから足への負担が全然ないんですよね、天然芝やと。で、人工芝は足への負担がすごいから、まあその分ね、手入れがそんなにしなくてもいいっていう、まあまあ利点があるんですけども。まあアメリカのスタジアムは結構なんかそう、人工芝が多いらしくて、で、メッシは人工芝がなんか嫌いらしいんですよ。だから、まあ、本当かどうかわかんないですけど、人工芝のスタジアムではプレイしないと。まあ、怪我する可能性もあったりとかするんでね。っていうことが言ってるらしいんですよね。ってなると、ほとんどのスタジアムでできひんみたいな感じになっちゃうんですけど、多分、マイアミは多分天然芝やと思うんですけど、どうなんですかね。まあ、ほんまやとしたらですよ。まあ、でも実際そんなこと本当にね、もうプレイしないとなったら、ね、半分ぐらいしか出られへんわけやし、まあ、さすがにないと思うんですけどね。はい。まあ、でもさすがアメリカに渡ってね、やっぱりもう時の人になってますよね。この前のフリーキックマジで良かったもんね。はい。まあまあ今後はね、ちょっと楽しみっていうか。もうブスケツもね、加入してますし、で、ジョルディ・アルバとスアレスもね、加入するんじゃないかって言われてますし、あとイニエスタも来るんじゃないかって言われてますけどね、イニエスタ来たら逆に邪魔やろと思うんですけど、まあちょっとわかんないですね。はい。まあどうなるか。楽しみですね。